ラグダンスね。まだ、あ十14人が待機してる。何人してる選手ですか多分俺の元チームメート多いな。<laughs> え、どうすかね <laughs> なんか顔色悪いよ俺いや、いつも通りですよ。いつも通りぽっちゃりはい。サギす あ、ゆうすけさん、名前変えてください。どうやってズームの名前を変えれるんですよ。っえっとね、どっから変えゆうすけ田中になってるよ。田中ゆうすけ感じにしてください。あ、もう始まってる。はい。今、重要に見てる。おお、ね、ゆうすけさん、ばっちり。 ちょっとこれの音をちっちゃくして、はい、よしやっていきますか、はい、ちょっともしかしたらもうちょっとしたら人がもうちょい増えるかもしれないんで一旦雑談でもしますか <laughs> <laughs> 介さんさ何かありますか話したいこと。話したいことないね。ひどい。ないんかい。<laughs> しゅウすけとゆうすけさん仲良くなりましたあめちゃめちゃ仲良くなってますね。<laughs> 仲いいね。はい、一方的かもしれないですけど。しゅウすけ本当に誰とでもいけるからね。<laughs> はい、あ、そうっすね。おい、やってるやってる。見えますうん。 ちょっとじゃあ自己紹介からしていきますか。そしたら、一個ずつ、まず画面共有して、田中、初めてのトークン購入ゆうスさん、全然テーション上がってないですね。いや、もう引っ越しの疲労がすごい。<laughs> <laughs> 疲労がすごい。 引っ越しの新郎、ね、このパソコンの裏側はもう段ボールだらけですよ。見せないけど。<laughs> いや、大変ですね、引っ越しはね。さあ、今日はですね、渋谷シティただいまトークンの追加売り出し中のフィナンシェ、渋谷シティトークンを、新加入、田中祐介選手が初めて購入してみたという企画になっております。ははい、はい 今日の流れ、まず僕と祐介さんと、えー、俊介の3人の自己紹介それぞれ、えー、行った上で、最近の渋谷シティ FC ということで、まあ、シーズン開幕まであと1か月ちょっとということで、えー、準備が着々と進んでおりますので、シティの様子を話,す話したところで雑談終了というとこ、えー、感じでですね、3番から、まあ、トークのこう本題に入っていきますということで、まあ、そもそもですね、 あのやっぱりそもそもトークンって何なのっていうことを僕らもノートを書いたりとかライブ配信したりとかで結構いろいろ発信をしてるもののこの間もですね僕ライブ配信やったんですけどあの身内から結局トークンのこと分かってる人しかあの内容を理解できないって言われてしまいましてなかなかこう初めてトークンという存在を知った人に知ってもらうのはすごく難しいなと。 思っている次第でありますなので今日はもう俊介と祐介、えー、さんにもうズバ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 トークについていろいろ質問してもらって、えー、僕ができる限りのこう回答をしていくというようなイメージでおります。よろしいでしょうか、はい、お願いします。はいちなみに俊介はトークンどれくらい理解というか把握している認識ですかそうですね。まあ。 3割ぐらいですかね <laughs>。<laughs> でもさ、始まったとから自分で買ってたよね。<laughs> まあ、なんか、あのー、最初に、買ってる人がいて、なんやトークンっていうところから、あのー、なんかざわつき始めたんですよ。でえー、シティのだよね。そう,そうです、そうです、シティ。シティがやりだしてトークンっていう存在をまず知ったんで、そうだよ。 で、まあ、その、最初に売り出しの時には僕、購入してないんですけど、うん、なんかどうやらすごいらしいぞっていうのが、まあ、チームにも、こう、雰囲気として流れ始めて、そうだね、はまあ、同期だと、まあ、柊とか優雅と一緒に、うん、え、これえ、いつ買ったの買うみたいになって、でも、とりあえず、 早めに買っといた方がいいよねって言って買ったって感じですなる,なるほど、なるほど。としては、はい。じゃあ結構トークン自分で買ってからはアプリはちょこちょこ見てるそうですね。あの、掲示板とか見たりとか。はいはい。で、まあ、なんていうんですかね。あの、去年で言うと、なんかあの、勝敗予想とか。あ、勝敗予想ね。とか、そういうのも見たりとかして、なんかトークン持ってると、そのシティのなんか、 いろんなところに関われるっていうイメージを持ってます。な,なるほど。はい。ちょっと本題に入っちゃいそうなので、自己紹介していきましょう。すみません。そうですね。仕切りが悪くてすみません。<い>今回。あの。司会進行を務めます。渋谷して F. C.、FC、で代表しております。小泉翔と申します。はい。私。ええー、オウミアルディジャユース出身で、そのままトップチームに上がりたかったんですが、かすりもせずに。 <laughs> えー、指定校推薦で大学に入りましてサッカーを諦め、えー、海外旅行したりとか、まあ、普通に一般企業に就職したりとかということで2014年にそもそも渋谷して FC の、えー、前身の東京して FC の立ち上げの頃からずっと、まあ、キャプテンとか選手会長とか歴任してきまして、えー、大体3年ぐらい前からまあフロントに専念して今代表を務めているという形です、まあ、結構フィナンシェのトークについてはですね 本当に初期段階、J リーグのチームとかが始める前にというか、まあ、初期段階に結構この渋谷 CFC のトークンがばーっと盛り上がって、いろんなメディアに取り上げ,り上げていただいて、えー、話題になったんですが、まあ、それの結構最初の頃から、フィナンシェルの人たちともすごく連携取りながら、えー、話題作りをしてきた人間です。今日はよろしくお願いします。元気にいきます。しお願いしますじゃあ、佐々木修介、自己紹介お願いします。はい はい、えっ、ー、と、大村俊介です。えっと、順天堂大学、えー、から今年2年目になります。もう2年目ですね。はい。祐介さんより先輩 2>, 2年目ですね。おうそうですね。渋谷シティとしては、まあ、先輩ですね。たまぎあ、たまぎあジャパン。そうですね。ハッシュタグを去年、あのー、みんなで作ろうってなって、僕はたまぎあジャパンっていうのと、たまぎあなる生活っていう、 ハッシュタグで、こうツイートとか、インスタントをこうさせて、もらってます。はい、お願いします。もう俊介は完全にチームの、ムードメーカーですね。若手の。そうですね。盛り上げ隊長として。ね、はい。今日も。あの、俊介、ちょっと明日、出てくれ、っていうのを。突然、ね、<laughs> 突然連絡したら。そうですね。オッケーです。まあ、いいっすよ。ありがとうございます。<laughs> オッケーです。はい。助かってます。いいね、はい、そして。 本日のメインゲストになります、田中祐介選手。こんばんは。こんは。祐介さんは、今年、えー、ファッアョンの岡山から完全移籍ということで、SBSC に入ってくださいました。35歳、選手兼フロントスタッフということで、祐介さん、何かありますか、自己紹介。自己紹介そううですねもう こんな感じでやってます。<laughs> どんな感じ一応何ですけさんはですね、僕の年齢で言うと2個上で、もうあのー、大先輩なので、はい、本当に入ってきてくれて嬉しいですあの。フロントスタッフで一緒に働いてるので、日々、もう今、完全にスポンジにドバドバ加えられてる、水が加えられてる状態ですね。もう、まず、<わ>マックのパソコンの使い方から、営業も一緒に行ったりとか。 はい、日々一緒に活動しております。水がどうすか？ドバドバ落ちていかないようにう。そうですね。吸収しないとね。ユスケさんどうすか？入ってみて、もうもう二週間ぐらい経ちますが。いやもう毎日あっという間に終わるっていう感じで。あっという間ですよね。はい。まあ表題以上に、まあ、濃い毎日かなと。なんかどの辺に濃さを感じるんですか？ どの辺に、まあ、全て新鮮ってところかな、やっぱり自分でやらないといけないっていうところと、まあ、教えてくれる、えー、人はいるんだけど、まあ、サッカーの部分も環境面とかね、やっぱそこに調整するまで少し時間かかるかなっていう感じで、はい、まあ楽しくやってます。楽しいですか楽しいっすよ。全然もうやばいっす。ゆうすけさんと一緒にサッカーの話全然しなくなっちゃいますもんね、僕ら。 <laughs> 確かにねあの。お互い、お互いこう、仕事としてやりたいことがいろいろねあ、ありすぎて、そっちの話ばっかり盛り上がっちゃいますもんね。J リーグは見てますよ、ちゃんと。今とあ、見てます。今28人も来てます。結構増えてきてますね。あ、おいいっすね。今日はもう、あの全所属のファジアーを勝ったんで。おはようございます。よかったです。よかったですね。 ちょっとまだ僕、ダズンで見てないですけど、ゆうすけさんがいたチームということで、僕もファジャーの応援していきたいなと思います。今、J23 です。ありがとうございます。<laughs> <laughs> あの、我が出身チーム、オミアル・ディジー、初戦、横浜 FC に20で負けまして。え,え ?20 じゃないですよ。30じゃないですよ。あ、3ロだ。20まで見てたの。30だったんだ。いや、3人ですよ。3人えあ、3人 <laughs> 全然見てない。ない <laughs> <laughs> ちょっと今のところ編集でカットするので。 <laughs> はい、次に、はい次次行きましょう。はい、ちょっとじゃあ最近の渋谷 CFC ということで僕らのチームの紹介を簡単にさせていただきたいんですが、まあ、あのまず一番大きなニュースとしてはあのー、1月末です、ね、に戸田和幸さんがテクニカルダイレクター兼コーチということで就任いただいてバーっとこういろいろニュースになりましたがもう。 戸田さんはダゾンの解説しながらなんですが、もう全部の練習、試合に来てもらって、練習を指揮してもらっているという状況ですと。俊輔、どうですか、今まで1か月経ちましたが、戸田さんと一緒にやってみてみそうですね、まあ、練習は非常にきついというか、タフなトレーニングを積めてて、でまあ、去年と一番違うというところでいったら、まあ、雰囲気の良さかなというか。 あレて、そのそ造めっちゃ多いもんね。そうですね。まあ、意識的に多分選手も雰囲気をこう、よく作ろうとか、まあ、練習参加の選手に、まあ、積極的に既存の選手から声をかけようっていうのは、まあ、代表が言ってるんで、っていうところで、まあ、雰囲気続けてもそうですけど、まあ、戸田さん自身、っていうか、戸田さん自体がもう雰囲気つくのがうまいなっていう、一体感出すのがうまいなっていうふうには感じてて、すごいいい雰囲気で トレーニングできると思います、はい、俺もなんか日々メモしてる練習見ながらコミュニケーションは本当にすごいなと思ってそうですね,ねメアダウンのあの一列で並んでねやるやつとかめちゃくちゃいいっすよねねあれとかね毎回写真撮っちゃういつも同じ絵面なんだけど毎回撮っちゃう <laughs> ゆうすけさん戸田さんの印象どうですかなんか今までの印象といざ一緒にやってみてっていうところで言うといやーまあなんか熱いっすよね 熱い。うん。なんか思ってた以上に熱い人だなっていうところ。うん、うん。本当にみんなに声かけてるし、まあ、あとやっぱサッカー。あの、知ってるっていうところもあって。うん。すごい説得力ある、ありますし。本当好きな、サッカー好きな人なんだなっていう印象です。なんかその熱意がめちゃめちゃ感じますよね。うん。ちょっと、あの、サッカー面に関してはね、おいおい、今日はトークのテーマなので。 あの別途話しをいろいろできればなと思っているので、またその辺は3人でまたやりましょう。はい。はい。小ロさんも呼んで4人でやりますかそうですね。はい。じゃあ今日はあ、あれですね。ちょうど実は今日練習試合が初めて今シーズンありまして、5対3で、えー、勝利ということで、1試合目ちゃんと勝ってね、終われてよかったなと思いますが、まあ本当にチームも。 ここから3月末27日に開幕戦が行われる予定なので残り1か月ちょっとぐらいもうずっと練習試合ですね週末はもう全部埋まってるんでひたすら日々の練習と今カースイ金曜日の午前中9時11時に練習してるんですけどあと、ま、土日なのでまあ週後の活動で、えー、チーム作りをして週末練習試合こなしてっていうことを、まあ、ずっと。 繰り返しているような状況ですはいではですね本題にちょっとずつ入っていこうと思うんですけれどもそもそもトークンとはっていうところをちょっと僕から一気にざっと説明していきたいなと思ってますこれめちゃめちゃざっくりとした説明をテキストに落としてみたんですが、まあ、今あのフィナンシェっていうアプリですねあの、まあ、フィナンシェっていう会社が運営してる アプリの中で僕らはチャンネルというか、あのいわゆるこうコミュニティをもあを運営してるんですけれども、まあ、そのフィナンシェっていうアプリでのトークンの話なんですが、スポーツクラブ、アイドル、もしくはさまざまなプロジェクトが、クラウドファンディングのように資金やファンを集めるために、ブロックチェーンの技術を活用し、単価が上下するトークン、かっこ株のようなものを、まあ、フィナンシェのアプリ上で発行していますと。と シビアシティの発行しているシビアシティトークンをフィナンシャルのアプリ上で買ってもらった人には、えー、買ったときより、あまあ、売り買いができるわけですね。なので、買ったときの金額より、売ったときの金額、トークンの単価ですね、が上がってるとこうリターンが得られたりとか、もちろん逆もしかりで、買ったときの金額よりトークンの単価が下がってしまうと、まあ、損をすることにはなるんですけれども、まあ、そこの要はお金のこう利益、不利益だけではなく、 トークンを持ってくれてる人限定の特典とか、あと投票に参加できたりとか、まあいろんな機能を活用して、コミュニティプラットフォームとして運営をしていますと。まあ、ちょっと、カタカナが多いんですごく恥ずかしいんですけれども。まあそういったアプリですと。まあ、あの、ミクシーのコミュニティとか、Facebook グループとか、まあそういうのをイメージしていただくと分かりやすいかなと思うんですけど、要はトークン、渋谷シティのトークンを持った人とか、渋谷シティに興味ある人が入れるコミュニティを チャンネルですね。を、えー、フィナンシェというアプリの中で運営しているというような感じですと。この辺なんか補足ありますかね、お二人。これでせなんか理解できそうな気がしてるんですけど、ちょっと難しいですかね。非常に難しいですね。非常に難しいです。まあ何かものがあるわけじゃないんでね、本当株のようなものなので、まあ1トークンあたりいくらみたいなのが、まあ、日々変動してるみたいな感じですね。 これがですね、2020年、21年に結構大きな話題になりまして、例えば FC バルセロナのファントークンが2時間で1億4000万円売り上げる、要はバルセロナを応援しているファンがトークンをバルセロナのファントークンを購入すると、えー、限定の得点をこう受けれるみたいな、もらえるとか、なんかそういう仕組みですね。 それを2020年に始めたのかなで、バルセロナがファントークン始めますって言った瞬間に2時間であの、まあ、1億4000万円分売り上がったと。いろんな人がバルセロナのトークンを買ったっていうのが、えー、話題になりました。あと去年、メッシがパリス・サンジェルマンに移籍したときに移籍金の一部、要はお金、現金じゃなくて一部をトークンで。 支払ったとチームがメッシにチームのパリス・サンジェルマントークンをメッシに渡したってことですね。でこれがですね相当額のファントークンが支払われたことであるっていうふうに書いてあるんですけど、あの聞いた情報によると分の年俸の3分の1ぐらいをトークンで渡したという噂をふわっと耳にしましてで、そのトークンはこのリリースが出た瞬間に3倍の価格になったので、あの メッシュはものすごい、要は移籍金というか、その、契約金か、本当に。あの、ものすごい額を。まあ、儲かったことになるような計算になってます。まあ、これがすごい話題になりましたね。祐介さん、こういうの知ってました、もともと。いや、全然知らなかったね。まあ、そんなに出ては、まあ、本当にサッカーかけるトークン業界に。興味ある人じゃないと、そんなにね、気にするニュースじゃないなと思うんですけど。うん 結構僕らはこういうのを見てたので始める前にうわトークンマジ来てるなみたいななんかやりてえなとか思ってた時に、まあ、僕らはフィナンシーに出会いまして、えー、当時社長だった今 COO の田中さんという人に、まあ、だ,だんだん僕があの知人というか共通の知り合いを介して紹介してもらって渋谷シティ絶対やった方がいいよって言われて、まあ、僕らはね本当に何もこう恐れることがないというか まあ本当に面白そうなこと、何でもチャレンジできる環境ではあるので、ちょっととりあえずやりましょうみたいな感じで、えー、始めたのが去年の4月ぐらいですね。でですね、この、これ今、マウス動いてるの見えてます見えてます。この4月,、はい、4月に始めて、一気にですね、最初1トーク2円で始まった。 まあ単純計算すると、ちょっと手数料単純計算すると、例えば1億2円の時は1万円買ってくれた人は5000トークン手に入るわけですね。で1トークン2円で始まったトークンが、えー、1週間ぐらいで950円まで上がりまして、なので450倍。だから1万円持ってた人は百五十1万円分買ってた人は450万ぐらいまで。 一気にこう跳ね上がったというような出来事がありましてまあ一気にこういわゆる投機的なというかんですかねこれは儲かるぞっていう人たちがバッと入ってきたりとか渋谷シティが面白いことやってるぞっていうのでこうバッと人が入ってきてそれで単価がガーンと上がってだガーンと上がったんで うわ、今売ったらめっちゃ儲かるよって言ってみんなドーンって売ったことによって単価が一気に下がるということが起きました。で、ベースの情報として、基礎情報として、トークンは誰かが買うと単価が上がり、誰かが売ると単価は下がるわけです。で、これはフォーブスに僕が取材してもらって出した記事の抜粋なんですけど、あの、 要は誰かがトークンを買ってくれたときも、誰かがトークンを売ったときも、どっちもと数パーセントの手数料がクラブに入ることになっているので、要は僕らからすると、まあ、ク,ラブのクラブにとっての売り上げだけ見ると、売られても買われてもお金は入ると。うん、なので、この上がったときと下がったときの要はダブルインカムで月に1200、200、万ぐらいクラブに収益が残りまして、結構その辺のお金の数字回りを僕が赤裸々に。 あの単価がこんぐらい上がって、こんぐらい買われたので、クラブにこんぐらいお金が入りましたみたいなのを、もうめっちゃオープンに書いたわけですね。そしたら、その記事がばーっと拡散されてで、いろんな J リーグのチームとかから問い合わせが来たりとか、あのいろんなこう、例えば格闘技やってるあの人とか、まあ、いわゆる有名な格闘家の方とか、いろんなサッカー以外のいろんなスポーツとか、まあ、いろんなところからこう、フィナンシェって何みたいな、なんであんなことになったのっていう連絡がいっぱい来て、でその都度フィナンシェの田中さんに。 つないでみたいなことをやってた期間でした。で、それからまあガクンと下がったときに、じわじわじわ上がったり下がったりを繰り返してるみたいな形になっていて、スタートしたときは2円だったんですけど、今、大体15円前後で、まだ1年も経ってないですけど、まあ、なので、今で言うと7倍ぐらいになってるんですけど、まあ、じわじわじわじゃこう上がったり下がったりを今、繰り返しているような形になります。しゅんすけこの時は うわ上がってるみたいなのを結構選手とかでも話ししてたのいやめちゃめちゃありましたよね本当にだからある選手はうわ買いそびれたわっていう人もいましたしそうだよねはい、まあ、買ってる人の中にもう,うわもうちょい入れとけばよかったなとかそうだよねなんか基本的には選手はあの選手にこうどういう試作これからやるからみたいなのをあんまり赤裸々に僕らはあえて話をしてなくて いわゆるこうインサイダー取引,取引みたいなあの法に触れるようなことはあの、要はこのファントークンって金融商品じゃなくて、いわゆるデジ,デジタルアイテムみたいな登録の商標になっているので、要はこうインサイダーのこう法律とかが適用されないので、あの率直に言うと何こう、要は取り締まられる対象ではないんですけど、まあ、とはいえ、 上がりますよ、上がりますよって言って買ってもらってこう下がっちゃったとかそういう,こうインサイダーっぽいことが起きて信用を失う可能性は全然あるのでなので、東君、今買ってくれたら絶対上がるんでとかはもちろん言わないですしまあ選手たちにそれをあんまりこう巻き込まないようになんかあんまり細かい施策を選手に話さなかったりとかまあ選手もこう売りました、買いましたみたいなのをあの発信しないようにっていうところは伝えてるんですけれどもまあそんなこんなで。 あのー、この1年、かなりいろんな話題作りをしてきたというような形になります。今、J リーグのチームでいうと、アビスパさん、J1 アビスパさんとか、まあ、湘南ベルマーレザスパ、YSCC、南葛 SC、ここから地域リーグですね、とか、クリアソン新宿さんみたいなチームが皆さんやってたりとか、あと卓球の T リーグの琉球アスリートとか、あと社会人の女子ダクロスチームがやってたりとか、あと野球の独立リーグとか、まあ、あとはアイドルの方々もいっぱいやってるんですけど。 とかあとはプロジェクトで言うと映画作りのプロジェクトで、要はその映画をの制作を楽しみにしてくれているファンの人たちが映画のプロジェクトのトークンを買ったりとか、あとサウナ作りのプロジェクトのトークンを買ったりとか、まあなんかそういったことがフィナンシャルの中で今起きてるんですけど、まあ今フィナンシャルのアプリの中で僕らが一番こうコミュニティの数が多くて、結構盛り上がってはいるんじゃないかなとは思ってますと。そんな感じですね。ゆうすけさんなんかここまで質問ありますか 質問は、え、もう、ぶっちゃけな質問でいいのぶっちゃけです。<れ><ん>あの、か買,買います。まか、あ、買,買って、じゃあ、手放すってなったと時に、はい。これ、利益が出したら、はい。税金、税金っていうか、なんか、どういう。めち,<れ>めちゃめちゃ、もう、すごい、確信をつく質問をしますね、早速。<laughs> はい。<laughs> いえいえ、全然大丈夫です。完熟なっ,っ、まあ、あの、 いわゆるこう納税しなきゃ、納税義務がもちろんあって、うん、あの20%の税金かかるのであの、これはもうそれぞれの利用・利格と呼われる売り上げを立てて、利益を得た人があの申告しなきゃいけないルールになってます。それはあのもちろんアプリ上に、フィナンシャルのアプリ上の Q&A に、そのうん、こうやってちゃんと申告してくださいねっていうのは書いてあるので、結構皆さん、それをしっかり見ていただく必要はあります。 なるほど。大事だ。大事です、それは。うん、非常に大事です。その辺の質問はいろいろ聞いていきたいなと思います。なるほど。まあそこはちょっとあのアプリのね、基盤です、ね、でい、ね。いわゆる雑,あの雑所得というものになるので、20万円以上利額した場合ですね。うん、なるほどあの。確定申告が必要になると。るいいですよ、ユースケさん。ガチで。 あの切り込んでる切り込んでていいですよ <laughs> で。あとはですね、トークンがあで、僕らがトークンをやってバーンと盛り上がった理由ですね。一つはやっぱり、まだ今、関東,あ東京都一部リーグっていう、えー、関東リーグ昇格を目指す J7 に相当するカテゴリーに僕らはいるわけですね、J1 から数えると。だから今のうちに渋谷シティのトークンを買っておいたら、あのまあ、後々僕らが J リーグに上がったと。 したときに、まあ、ものすごく話題になったりとか、ファンが増えて、要は買う人が増えて、トークの単価が上がって、まあ、利益が後々いつか出るんじゃないかっていう、リターンの部分を期待していただいている購入理由と、まあ、あとは本当にこう新しい取り組みとかをやってる渋谷シティ面白いよねって言ってくださる方、すごく多いので、まあ、今のうちに買っておいて、あのいろんなこう取り組みを。 トーク持っったたた状態でで見たいっていいいいととううようなななころでいろんな人に買っていただいてだるのかなとちょっと仕組みに関しても話をできればと思うんですがまずフィナンシェのちょっとポイントを購入してとか細かいのであれですけどまあ本当にフィナンシェっていうアプリをまずダウンロードしていただくといろんなプロジェクトがあるわけですねさっきのサッカーチームとかスポーツチームアイドルプロジェクトいろんなのがあって、まあ、そずだから渋谷 CTFC を探していただくとこう シビア CFC のトークンの単価がこうやっていくらどうやって変動しているかみたいな、まあ、いわゆる株のグラフみたいなのが見れますと。で、先ほどもお話ししましたが、トークンの単価は買われると上がり、売られると下がる。で、その手数料がクラブに入ると。トークンを買った時に、買った時の単価より高い金額の時に売却すれば、もちろん金銭的なリターンを得ることができますと。まあ、ただ、手数料がもちろんあるので、手数料を含めて買った金額より上がってないといけないので、 まあ短期的にこういわゆるパッと買って上がったときにすぐ売るみたいなのは相当一気にぐんと上がらないとあんまり利益にはならないのであの僕らは本当に投機的な目的で買っていただくというよりもまあ本当に将来期待していただいて応援の気持ちで買っていただきそうするといろんなクラブの中の情報とかいろんな取り組みをお伝えできるのでまあ本当にスポンサーのみたいな気持ちでちゃい小口のスポンサーの気持ちで。 買っていただけると楽しんでいただけるんじゃないかなということを、まあ、思ってますと。ちょっとこの辺は細かいので一回飛ばします。あとで説明できればと思いますと。トークン持ってると何ができるか。まずトークの売り買いができますね。売ったり買ったりできます。トークン保有者限定の情報を配信したりしてるので、この渋谷シティのところを見ていただくと、クラブからのお知らせとか、勝敗スコア予想企画っていうトークンをプレゼントする あとはこのオープンチャンネルというところでいろんなファンサポーターというか、まあ、日頃から応援してくださっている人たち向けに僕らが今こういうことやってますとかこういう思いで活動しますっていうところを配信してたりします。あと一番あのまずこう皆さんのトークンを持っていただいたらやってほしいのがプロジェクトクラブの運営に関する投票権っていうのが付与されます。 あのトークンを持ってるトークン数が投票数になっていわゆる AKB の,あの握手会握手会じゃないかあの総選挙 CD 何枚買ったら何票みたいなことがトークンで行われてます最近ですねこの投票機能でこのトレーニングウェアの袖に入れるハッシュタグを何にするかっていう企画を投票で決めました でいろんなあの日,の日頃から応援してくださってる方にこのハッシュタグの案を出していただいたりとかあとうちの選手も一緒になってこうその案を出したりとかで最終的にあの山崎大成選手っていうディフェンダーの選手があの案を出したクロッシングスタイルという言葉がハッシュタグが実際に投票で1位になりましてこの袖の部分に入りますと。 いう,ようなことをやったりしてますなので投票機能をうちからこういうことを決めたいんですけど皆さんどう思いますか投票お願いしますって言って投票してもらうというような形ですね。であとはファン同士のやり取りがあったりとか、まあ、トークがもらえる企画をやってたりということを、まあ、いろいろやってますこうやってあのオープンチャンネルの僕らがあの練習の様子を流したりとかしシーズン、リーグ戦が始まると今日何対何で勝つか 負けるか予想してください、当たった人は当たった人の人数でその、戦闘軍山分けしますみたいな、そういう企画をやってます。トークンを管理画面というか、僕らの運営者から当たった人に付与できるので、まあ、そこにこうやってこうコメントしていただいて、3対0で渋谷シティの勝ちとか、でもあの山分け企画なので、他の人と被んない方がいいんで、4対0で渋谷シティが負けみたいなことをあの平気で投稿してくる人たちもいます。 全然それはルカムなんですが、ケ介結構この辺見てた、去年投票、見てましたね。選はまあ、も,もちろん選手やんないですけど、見てました、結構。ちょ,っとちょっと気になるよね。いや、気になりますね。これは結構ね、他のチームも真似していただいて、この企画やってたりするので、結構面白いし、みんな YouTube のライブ配信で試合見てくれるんで、いい企画だったなと思ってます。 このあれですね、トークンホルダーに向けて選手からコメントをこう書いたりとかしてるような形です。で、今年はあは選手兼監督をしている安倍翔平とフロントスタッフ兼選手の田中祐介2名がですね定期的にこういう、あのー、渋谷市の状況今こんな感じですみたいなのをどん,どん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 投稿してもらおうと思ってます。 ゆうすけさん、そこはもうちょっと積極的にどん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 チャンネル内に投稿していただこうと思っているので、もちろん。よろしくお願いします。お願いします。盛り上げていきましょう。盛り上げていきたいです。もうフォロワー数も三千五百人ぐらいこのフィナンシュの中にいるんで、結構いろんな人が見てくれているので、ぜひ積極的にやっていきたいなと。うん。トークンを保有することの注意点もありまして、まあトー目的に。 目的でこう活用される人にやっぱり制限がかかるような仕組みになっていて、そもそもプロジェクトを応援するっていう意味があの一番意味合いが強いサービスになっているので、あの手数料が普通のこういわゆるビットコインとか仮想通貨みたいなところより手数料が高くなってたりとか、あとこう追加販売期間にあのちょっとこの後で説明しますが、購入したトークンを一気に高くなったからといって全部売れるわけではなく、あの売れるトークンの 数の割合最初、1か月間は25%しか売れないとか、そういうふうに期間でパーセン売れるパーセンテージがあの制限されてたりするので、まあ、本当に応援する気が全くなくて、ただ儲かるためにやりたいという人には、えー、ちょっと、えー、使いづらいというか、そういう登記目的での,あの利用には少し制限がかかったようなサービスにはなってます。あとは先ほどお話したように売却時の利益は確定申告が必要になりますとか。 あとはもうもちろんその単価が上がらない可能性ももちろんあるので短期的にあの利益を出そうというよりはえ中長期的にですね渋谷シティがこれからどんどんどん,どん上に上がっていくにつれてきっとトークンの単価も上,が上げてくれるだろうということに期待していただいて買っていただく方がいいかなというふうに思ってますとまあそんな感じですねちょっとこの辺の渋谷シティトークンの話は一旦置いておいて今日のメインテーマは田中 初めてのトークン購入ということなので、ユうスケさん、ちょっとトークンを実際自分でもし、あ、もしというか、まあ、買っていただく上で、なんか懸念不安わ分からないこととか、ちょっとこっからどしどしいろいろ質問とか意見をいただければなと、ちょっと僕ばっかしゃべって,て疲れてきたので、懸念不安懸念不安、まだ今分かってないこととか。ああ、そうね。 まあ純粋にまず買い方とか、うん、あそうですね。純粋に買い方わかんないですよね。ちょっと買い方説明していきましょう。ちょっとあの、サポートしてくださってる酒井翼くんから買い方の資料がまだ来てないのかなあ、来てましたね。ちょっと待ってくださいね。 買い方の資料もありますので、そちら共有させていただきます。まずですね、あこれじゃないか。買い方、あの皆さん、おそらく持ってない人が大多数だと思うので、簡単に買い方を説明しますと、まあ、フィナンシェって検索あのあ iPhone の人は App Store で、の Android の人は Google Play で見ていただくと、 フィナンシェというアプリがあります、まあ。それをダウンロードしていただいて、あの、カット情報の設定とか、アカウント作成とかもろもろあるんですけど、ま,あ、まずあの、アプリをダウンロードする必要がありますと。ユースケさんもアプリは持ってますもんね。持ってる。で、アカウントをまあ持ってる人はログインするし、持ってない人はアカウント作成するし、要は自分の、えーまあ、ミキシーの要はプロフィールページみたいなのを。 情報とか全然書き込まなくていいですし、あの、もちろんみんな結構匿名でや、匿名というか適当な名前でやってるんで全然そこは問題ないんですが、まあ自分のページというか、え、アカウントを作成する必要がありますと。で、ここまでは結構スムーズにサクサクいけると思うんですけど、ここから実際どうやってトークンを買っていくかっていうと、あのトークンの販売ページっていうのがあります。 でこれは、えっと、アプリの下に、あの、虫眼鏡マークというか、検索マークがあって、そこで渋谷 CTFC っていう検索していただくと、まあ、渋谷 CT の、あの、いわゆるコミュニティみたいなのが出てくるわけですね。で、それを開いていただくと、あの、購入ページっていうのが出てくるわけです。なので、アプリダウンロードする、アカウント作る、渋谷 CT の コミュニティを探すさすがにちょっと明るくて見えないか。見えないね。で、渋谷 c のチャンネルを探してもらうと、まあ、結構すぐ出てくると思うんですけど、それを開くとあの、マーケットっていうページがあって、そこに販売、トークンの購入ページっていうのがあるので、まあ、今もしあの、この配信見てくださってる方は、この QR コードから読み取っていただくと、 すぐ飛べるので、まあ、その購入販売ページに行きますと。ゆうすけさん、今、購入販売ページ見えてますかあのね、マーケットってやつを開くとね、いけるんですよ。 マーケットっていうところを開くと、今、あの追加販売、トークン新しく販売中なんですねあの。いつでも買えるんですけど、2種類実は買うタイミングがあって、1つは今やってるトークンの追加販売期間っていうやつ。あこれね、こマーケットに今、こういう支援プ,プランの紹介がずらーっと並んでるんですよ。 それを見ていただくと、多分ここまでたどり着くと、皆さん、あの、普通に表記通り進んでれば、一応買うことは多分できると思ってて、ただ、あの、まずフィナンシュポイントを買って、それで、え渋谷シティトークンのトークンを買うっていう流れになるんですね。販売メニューはこちらっていうところを、多分押していただくのが一番分かりやすいかなと。 思うんんですかゆうすけさん今どの画面に見ますかマーケットマーケット開いてあの選手みんな揃ってる紫の画像あるじゃないですかちょっと下の方に行くと販売メニューの購入はこちらっていう画面があるんですよあリンクうんああるね青いやつ それをクリックしていただくと、うん。あるね。メニューがあるじゃないですか。うん。で、ここに、えー、っと、今回は6種類かな ?3、4、5、6あ、7種類。7種類プランを用意してて、1、渋谷 C トークンプラスポストカード、1万ポイント。 ってやつとか。支援コースに渋谷シートークンプラスオリジナルマグカップとか。うん、っていうのがこうずらっと並んでるわけですよ。で、解体プランをポチッと押して、うん、ポイントを購入して、実際に このプランを購入すするという流れに進むわけでなんかどれか仮で今購入するつもりで流れやってみてもらってもいいですかでも今そこのポイントにポイントあ、いってますであのこれもしみ皆さん見てる人で購入したいっていう興味がある方はちょっとそういう人たち向けに説明させていただくとえっと1万円一番安いので言うと1万円から買えるんですね今で次えー 5万円、10万円とプランが続くんですけど、1万円を2つ、あの例えば、まあ、今回は初めてだから2万円分トークン買ってみようみたいになると、1万円のプランを2つ買うということもできるんですね。なので、まあ、お財布と相談しながら買っていただく形になるんですが、その、まあ、金額に合わせてこうプランを選んでいただくという感じになります。 で今回ですね、ちょっと口頭で説明できるかすごく不安な部分はあるんですが、大きく分けると2つあって、渋谷シティを応援する気持ちもありつつ、とはいえトークンがとにかくいっぱい欲しいっていう人向けと、トークンの数がちょっと減ってもいいから、渋谷シティを応援する気持ちの方が大きいという人たち、要はスポンサーっぽくトークンを持ってくれる人。 の2つに分かれるわけですね。で、スポンサーの方は、スポンサー、今までの既存のスポンサー、トークンとか関係なく、普通に渋谷市のスポンサーをしてくれてる人たちのグループに招待させていただいて、あのもっとコアな情報を僕や運営スタッフ、それこそユースさんたちから発信をする全然別の、まあ、ラインあの個人スポンサーの LINE グループがあって、そっちでクラブの裏側の情報とかをお伝えしたりとか、 あと、スポンサーの人たちが限定で集まる、ズームの説明会とか、キックオフパーティーだったりとか、まあそういうスポンサーの特典みたいな、もともとやってたスポンサーの特典を得られるプランと、まあ大きく分けると2つに、トークンが欲しい人、とにかくトークンが欲しい人と、えー、トークンもちょっと減ってもいいから、スポンサーをしたいっていう人の2つのパターンに分かれて、それぞれのパターンに1万円、5万円、10万円の プランがあるみたいな。シ介理解できそうですかね、この説明で。もう難しくなってますかね、僕の説明。そうですね、非常に難しいですけど、<laughs> 僕はちょっと理解できましたそう。初めて見た人はね、本当にこれ難しいんですよ。初めての人は結構難しいですもん。そうですよね。うん、はい。 まあちょっとねこの説明文をしっかり読んでもらえれば多分理解できそうなと思いつつ、これをしっかり読むのが結構めんどくさいなというと感じるんじゃないかなという懸念もありつつ、結構難しいところではあるんですが、まあ、ちょっとプランをこうばーっと見てもらうと、あ、今、あの翔さん、プランの説明は普通に画面映して設置した方がいいですっていう話を酒井さんからいただいてますので。 おっしゃる通りなので、今画面を映したいと思います。これがなかなか、ね、難しいんですよ。これかなこれ今ちょっとパソコンで開いてるんですけど、この今回、渋谷 CFC 第2回トークン販売開始ということで、 まあ、いわゆるクラウドファンディングみたいな期間っていうことです。この2月までが、2月末までがクラウドファンディング期間みたいな形になっていて、えー、応援してくださっている皆様にトークンを購入いただいていると。先ほどお話ししたトークンをできるだけ多く買いたい人におすすめなのが、このファンディング専用プランってやつですね。1番から3番まであります。で 個人スポンサーの特典先ほどお話したように、個人スポンサー限定の LINE グループに入れて、僕らから結構、コアな情報を、例えば戸田さんがあのヘッドコーチに、あのテクニカルダイレクターですね、兼コーチに就任した時の、どういうストーリーがあったかみたいな、本当に裏側の話を僕が赤裸々に書いて共有したりとか、そういう個人スポンサープランにの特典も受けれるっていうプランの2つに分かれています。 でえー、それぞれですねトークンがたくさん欲しい人の1万円プランと5万円プランと10万円プランと、まあ、3つ用意しているという形です。で、そこにそれぞれこう得点がつくわけですね。で、このチームシティというのがあのスポンサープラン、個人スポンサーの人たちに、えー、今回、 皆さん、こっちを、この、その、スポンサーの更新とかでも、このクラブ買ってもらってるんですけど、いわゆる、クラブの限定情報の共有とか、あと2022年のシーズンのユニフォームをプレゼントしたりとか、そういうこともしてます。それがまあ5万円と10万円と。で、10万円まで、10万円買っていただくと、戸田さん、戸田テクニカルダイレクター兼コーチの練習とか、 試合の解説動画っていうのを、今わゆるがどういう練習してるかとか、どういう試合について、戸田さんがどういうふうにフィードバックしてるかみたいなことを、えー、解説する動画が見れたりします。またオリジナルパーカープレゼントしたりとか、まあ、そういったことをしてます。で、まあ、もちろんトークンもついてくるみたいな形ですね。で、それが30万円、公式戦ツアーとか、キックオフパーティー、個人フットサル無料参加券などなど、こう、得点ついてるみたいな。 あと今,年今回、100万円プランまで用意しまして、法人でも買えるので、結構法人のスポンサーさんとかは、あの100万円ぐらいの金額間の規模のスポンサーさんもいらっしゃるので、法人で買われる方は、こういう100万円ぐらいの規模のプランも一応用意はしているというで。そうすると、阿部選手権監督と戸田さんと、まあス介さんもこの会食には来てもらおうかなと思ってるんですけど、選手との会食とかっていうのもうご招待するみたいなプランも。 用意してるような形ですどうですかね伝わりますかねユスケさんどうですか難しいですかねいや俺はもう分かってるけど理解してるから <laughs> ある程度は初めての人たちがどこまでこれでねわかるかっていうのはすごく難しいんですか、まあ、新しいサポーターのとか、まあ、これから J クラブもどんどんやっていくのかな サポートの形というか、うんうんまあ、クラブのなんだろう、まあ、一緒に応援して、まあ、自分もなんだろうな、まあ、利益というか、リターンをね、うん。っていうところかな。そうですね、まあ、本当に僕らはこのフィナンシャやっている理由としては、なんかサポーターの人たちも一緒になって渋谷シティを盛り上げていくことで。 あのいつかこうリターンが返ってくるみたいな世界観は、すごく僕は面白いなと思っていて、あのまあ、本当にこういわゆるこうギャンブルみたいな話では全くないので、あの本当にこう、まあ、スポーツベッティングとか海外でもすごい盛り上がってますし、まあ、そういったこういわゆる新しいスポーツの楽しみ方として、トークンを応援しているクラブのトークンを持っていただくというのは、まあ、すごく新しい切り口で面白いかなとは思っているので。 まあちょっとこれは一回皆さんね、ぜひ、ページ見ていただいて、どうやって購入するのかは、多分見て、読んでいただくと、だんだんこう、分かってくるかなとは思うので、ぜひこのフィナンシェのアプリをダウンロードしていただいて、渋谷 CFC のチャンネルをその中から探していただいて、で、今回この購入ページ、あのマーケットというところに、 この先ほど話したようなプランがずらーっと並んでるので、まあそれを見て買っていただけると嬉しいなというふうに思,う思ってます。今40人見てます。お<ー>増えてます。ありがたい。質問などちょっとあれば、ぜひ皆さん YouTube のコメントの方にあのいただければなと思うんですが、もともとですね、フィナンシャのチャンネル上で 質問を受けてたので、それもさあの後ほどお答えできればなと思いますが、俊介どうです理解深まってきましたそうですね。なんか、まあ、クラウドファンディングみたいな要素もありつつ、なんか利益も、利益も出せるというか、チームを応援しながら、チームが強くなれば、自分にも帰ってくるっていう、なんか、すごいいいものだなっていうふうに感じます。 なんだろう渋谷シティが今のところ東京都一部ということで、まあ、上から数えるとまあさっきも言いましたけど、まあ、J7 に当たるところで、まあ、早くどんだけ早くじゃあストレートに上がっていっても、まあ、最低3年4年かぐらいはかかるので、うんまあ、本当そのぐらいのところをあのなんだろう長期的に期待してもらって。そうですね が一番かなっていう今そういう感じかな自分の中ではそうですね、なので本当にこう、うん、短期的にというよりは、ここから盛り上がっていって、まあ、本当に、ねうん、渋谷の街に J リーグクラブが誕生したら、ものすごいインパクトがあると思うので、うん、まあそれを一緒になってこう、良い遊び場として、クラブに関わってもらう人が増えるといいなという感じですね、うん、そうですね。 ちょっとじゃあ、なんか、質問、ユうスケさんと俊介から、率直な質問とかがあれば欲しいなと思いつつ、結構2人は割と理解してる気もするので、なんかありますなかったら質問答えていこうかなと思うんですが。ああ、そうですね。まあ、えー、っと、じゃあ俺から。はい、例えば、ジャージアシティの、えー、じゃあトークン買います。 じゃあ、その、また、じゃあそのまた、ほじゃあ他のチームのトークンも買いたいとか、まあ、じゃあ、他の、なんだろう、ジャンルのトークン買いますってなった時の、なんかその、なんだろう、割合みたいのは、どういうふうに計算されるのか。あの、いろんなトークン、いろんなチームとか、いろんなプロジェクトのトークンを同時並行で持つことがもちろんできて、うん。だから、それこそ、ジャスパクサツの1万円分、うん。 何括の1万円分、渋谷市で1万円分とかの持ち方もまずできるんですね。うんうん、なので、渋谷市チームのトークンの利益、単価がすごい上がったから、うんえー、一部利格、要は売って、うん、その分で新しく始まった他のチームのトークンを買おうみたいなこともできるわけですよ。うーんあその利,格利格するときにポイントに戻せるんで、ななるほどなるほほどどその戻したポイントで、えー、他のチームのトークンを買うっていうことも可能です。うんうんうん、なるほど。 結構実はそれが盛んにこの半年ぐらい行われててホリエモンさんがあの運営してる野球の球団独立力球の球団があるんですけどなんかそこのリリースが出た瞬間にあそっちのトークン買おうって言ってもともと僕らみたいなもともとやってたチームのえートークンが売られて単価が下がってみたいなことが。 結構いろんなところで起きてるんですねなのでなんかそういうのも含めてすごくいろんなこう他のチームのことを応援するきっかけになったりとか割とあのなんか売られることをそんなに僕らネガティブに捉えてないので、うん、その売買があの盛んに行われるっていうのはすごく面白いんじゃないかなと思ってるので、うん、ぜひそういうのをやっていただきたいなという気はしますユうスケさんいい質問ですようん いい質問だ。シュウスケもいい質問くれ。いい質問すか <laughs> <laughs> いやでもなんか視聴者の方々の拾ってもいいと思うんですけど、<あ>なんか結構あの、何ていうんですか、キーワードとしてな NFT っていうのが来てますね。そうですね。ちょっとじゃコメント、<あ> YouTube のコメントを来てるので、そちら答えて,きていきたいなと思います。はい。ちょっとですね、NFT の説明をですね、あの、 簡単にすあの <laughs> <laughs> ぜひあのググったらめちゃめちゃいっぱい情報出てくるんであの調べてほしいなと思いつつあの例えばなんですけど渋谷シティのポスターを NFT 化する NFT にするってなると渋谷シティのポスターを作ってる僕らが その所有権みたいな、ユニーク、えー、固有の所有権を何枚発行するか、絵画ってコピーできると思うんですけど、要は NFT っていうのはコピーできないデータというふうに思っていただいて、例えばですね、去年、あの東急さんのとの取り組みで、渋谷のハチ公前にポスター、でっかい5メートルのポスター出させていただいたんですけど、要は原画みたいな夢ですね、この原画を買いたい人みたいなのを、要は、 ブロックチェーンの技術を使って可視化できるんですよ。それが NFT といわれる技術で、その僕らが作ったポスターとかなんかこう絵画、写真みたいなのをこうオークションで出すわけですね。オンライン上の。そうすると、このトークンと同じように高い金額で売られると、あ買われるとですね、他の,他の人に売買できて、トークンと同じように その画像というか NFT のデータも売買ができるのでクラブにお金が入ったりとかその所有権を持って持ってた人が利益を得たりとかなんかそういうことがあのできるような仕組みになってますで僕らはですね実はまだ NFT の発行というのはやってなくてですねあのコメントでもいろいろいただいてたりとかあの渋谷シティが NFT なんでやらないんだってよく言われたりするんですけどかなりいろいろ あのまあ、悩,悩むべきところではないんですが、本来ね、思いついたらどんどんやるべきなんですけれども、あのまあ、それこそ今あの、このまだカテゴリーが低い段階で NFT を発行して、要は将来価値が上がるだろうって言って、高い金額で買ってくださる方がもしかしたらいるかもしれないんですけど、やっぱりすごくこう分かりやすいストーリーが欲しいなと思っていて、例えばですけど、えー、渋谷 CFC、今年二2022年の 優勝した瞬間に作った優勝記念 NFT とかなんかそういった形で、えー、分かりやすいテーマというかあのストーリーがある NFT を作ってスタートさせたいなと思ってたらなかなかスタートできなくなってしまったというのが現状ではありますで僕らすごくやっぱりクリエイティブにこだわってる部分あるのであのとにかく思いついたことを何でも NFT 化すればいいじゃんっていうことあの意見もあるんですけど まあ正直、今のクラブの知名度とか状況で、あの、バン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  NFT のデータを作って、公開しても、おそらくそんなに価値はつかないし、そんなにこう、買いたいと思う人も少ないんじゃないかなというのは正直あって、まあ、なので、あの、今年どっかでうまくストーリー作って、まあ、一枚本気で NFT データみたいなのを作りたいなと思ってて、僕がちょっとやりたいなと思ってるのは、10年後、渋谷の 街はこういうふういいいになっているっててる、まあ、渋谷シティが渋谷の街に存在することによってこうどういうふうに人々,が生活人々の生活を刺激的にしているかとかどういうふうにこう変わっているかみたいな未来予想フ NFT みたいなことをめちゃめちゃかっこいいクリエイティブ CG とかなんかこうアニメーションなのか駆使してその画像だけでもめっちゃかっこよくて話題になるような渋谷シティの世界観を体現する 素材というか、まあ、あのデザインが作れたらいいなと思っていて、デザイナーにふわっと相談しているものの、まあ、めちゃめちゃそれはハードルが高いというか、まあ、いわゆるこうあの美術的な作品として一枚作れるとすごくいいなみたいなことは思ってはいます。めちゃめちゃいいな、それ。いいよね。めちゃいいよ。なので、結構 l f t については、あの、 なぜ発行しないのかとか他のチームがやってるのにっていうのはお声がけというかいろんなご意見いただいてるんですがちょっと1枚本気のものを作って出したいなっていうのはあるのでまあもちろんそれがね NFT の使い方って NFT って本当にこうどんなデータでもすぐ NFT ができるのでやればいいじゃんというところもすごく僕らも思ってはいるもののまだやってないや,やれてないなっていうところですじゃあちょっと質問いろいろ。 川崎ドラゴンさんから質問いいただいてます3月12日に開催されるフットボールジャムの会場でフィナンシャの宣伝はされるかえっ、ー、とですね、ちょっとまだここはフ,ィナあのフットボールジャムっていうフットボールフェスを3月12日に開催するんですけど、まあ、そのチームと今話しているところで、まあ、あの実際来てくれた人にトークンを付与したりとか、そのフェスに遊びに来て,来てくれた人にトークン持ってる人限定で何か得点をこう与えられたりとか,なんか、そういうようなことができたらいいなっていうのは今ちょうど話を。 進めている段階ではありますと。賞金や商品の一部にトークンを入れないのか。これはあの引き続き来年もシー、こ今年もです、ね、シーズン始まったら、えー、あの勝敗スコア予測企画やったりとか、トークンのプレゼント企画というのはどんどん進めていきたいなと思っていますと。あと、あれですね、今年は選手全員にトークンを初めて付与したので。 選手もみんな一緒になってトークの価値を上げられるように、シベシティでこういうことをやってますっていうのを選手もそれぞれ発信していくような取り組みが今年1年5月ができたらいいなというふうには思ってます。よゃ<し>、トーか。何か言いました、ユーさん。いや、選手もトークを持つ時代になったと。いや、そうなんですよ。あの、それです。 に稲本潤一選手が今年加入しましたけどあの先ほどご紹介したようにメッシの契約金の一部がトークンであるみたいなところをなあの南勝さんも稲本選手の,あの給与の部分をトークンでお支払いするみたいなことをやられてるんですけど、まあ、それと同じタイミングでなんか共同リリースみたいな形でうちは選手全員にトークンを配りますっていうのをちょうど先日発表しましてなので選手はあのトークンを クラブから付与されて、一緒になって選手もフロントスタッフもみんなで渋してのトークン盛り上げていきますよというメッセージでそういうことをやらさせていただきました。質問、まだいっぱい来ているのでちょっとお答えしたいと思います。トークンの長期保有、大量保有のメリットに関して何か考えていることがありますかあの長期保有に関しては僕結構やりたいことがいろいろありまして、あの要は長期で持っていると。 どういうメリットがあるのか、今後どういうことをやっていこうとしているのかみたいなところになるんですけど、僕がこのフィナンシャルのトークを始めたときに一番最初に思ったのは、えっとまあ、今年、ユースケさんと一緒にこの取り組み一緒にやりたいなと思ってるんですけど、えっと、トークンを持ってる人限定で選手と何か交流できるとか、チケットの代わりにトークンを買ってもらうみたいなことは結構できると思ってて、例えば田中ユースケ、 えフットサル教室みたいなのを開催したときに1000円分のトークン買ってくださいみたいなことできるじゃないですか。1000円のトークンを買ってくれた人にだけそのイベントに参加できますみたいなことを例えばやったとしたときに要はどん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 そういった理由でトークン買ってくれる人が増えるので長期的中長期的にそういう施策をずっと続けていくともともと持ってた人はただ持ってるだけで。 どん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 単価が上がっていくし、ゆうすけさんがそういう企画する企画にいつも参加できるみたいな、なんかそういったことができると、あのすごく価値が出てくるんじゃないかなと思ってて、それこそちょっと例にすると難しいですけど、えー、ほんまに個人名出すとあれですけど、なんか超有名な、世界的有名選手が例えば渋谷に入ります。握手会やります。 とか、ズームで個別相談会やりますとか、なった時にバーンってこう跳ねたりとか、なんかそういったことが今後ずーっと継続的にできると思ってて、田中祐介のファンの人は、えー、トークンを買う、安部翔平にキックを教えてもらいたい人は渋谷市のトークン買うみたいな、なんかそういった形でいろんなこれからタレント性豊かな選手とか、まあすごい戸田さんの加入もそうなんですけど、まあそういう人たちがどんどん入ってきてくるごとに、トークンをチケットとして買ってもらうみたいなことは、 やっていきたいなと思ってますと。これはユースケさんとも今年どん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 やっていきたい施策ではありま、はい、東京都一部リーグでの戦いは今年が最後になると思われます。願わくば僕らも心からそう思っております。その歴史を刻むことのできる NFT をファンサポーターにとって貴重な宝になりますし渋谷を長く応援していきたいという動機づけになります,そうです、ねまあ。優勝のタイミングで NFT 出すか。 らしたいいいっしでですね優勝記念 NFT そんななこととはできればいいなと思ってます10年後の NFT マーケット、ズバリこんな感じでしょう教えてください。これはね、本当に、ね、難しいと思います。10年後の NFT を想像している人は、想像できる人って本当に少ない。10年,後に10年前に NFT とか全く誰も言ってなかったので、本当に難しい質問を。 友人がぶっ込んできてるので、ちょっとスルーしたいと思います。ちょっとこれは難しすぎてわかんないです。将来的には練習場やスタジアムを渋谷拠点にしようとしたら、自治体の協力を得たいですね。いや、まさにそうなんですね。あの、僕らすごくこの半年、フィナンシャ側とも話をしててやりたいなと思ってるのが、渋谷区の子どもたちにあのトークン配ったりとか、なんかそういうのできたら町町街にとって、 シ谷アシのトークンを持ってるとメリットがあるみたいなことができたらいいなと思ってて、例えばシ谷アシティ FC のトークンを持ってる人はシ谷アのシビアシティを応援してくださってるスポンサーのお店でビール一杯あの無料で飲めますみたいな、なんかそういう街とのリアルな連動みたいなのは、まだ誰もやってないので、どんどんやりたいなと思いつつ、結構ハードルが高くてですね、なかなかできてないところではあります。まさにこの将来的に考えたら、練習場スタジアムみたいなところを どんどんこう課題解決していくには渋谷の街にこうクラブのいい価値を返さないといけないので、まあ、そこにうまくトーク,トークンをこう使えるようになるといいなっていう妄想だけはありますね。これはちょっと皆さんぜひお知恵を拝借したいです。あ、南渇山本さんから渋谷シと南渇 SC でコラボやりたい。これはやりたいですね。なんか 他のチームとコラボするときにどうやってトークン使うかみたいなのは、なんかユースケさん、アイデアないですか <laughs> いやー、南括 SC とコラボしたいっすね。練習試合やって、勝ったらトークンをね、プレゼントとか、そういうのは結構すぐ思いつくと思うんですけど。ああ、なるほどね。ちょっと南括 SC。それはあるっすな。 面白いなと思いつつ何がいいんだろうなでもなんか南葛選手も今本当に選手の方々があの積極的に個人スポンサーのアル、うん、してたりとかすごくトークの施作も皆さん一緒になってやってたりするんであの僕ら的にコラボさせてもらったら結構でかいと思うんですよ南葛のファンの人たちがわ渋谷シティのトークも面白さか買ってみようって言ってくれたら こ,うこっちにも人が流れてきたりとか、もちろん逆もあるかもしれないんですけど、だからそうやってね、他のクラブとコラボするっていうのをやっていきたいなと思ってるので、ちょっとこれは岩本さんと一緒にライブ配信をしながら、プレストする会をやったほうがいいかもしれないですね。南葛の選手とだから渋谷の選手で対談みたいな。あ、そうですね。それいいですね。あそれはなんかありそうだな。 確かに。面白そうすね、ちょっと一旦、これあれ、あの、ミーティングをセッティングしましょう。うん、あの南葛の選手も出てもらって、例えば僕とユースケさんで、南括 GM の岩本さんとみんなでこうやってライブ配信しながら、こういうことできるんじゃないかみたいなのをこう議論するライブ配信やってもいいかもしれないですね。うん、ちょっとこれはぜひ。 終わったら、山本さんに提案してみたいいと思います大村選手がフィナンシャルのコミュニティ内でやってみたい企画、いい質問です。なんか、シューありますかいやー <laughs> 突んと難しいな。難しいね。でもなんか、うわ、これでもなんかいろいろ選手からこういうのやりたい出てきたらめっちゃいいと思うけどな。僕でも結構、大学4年間一人暮らしとかしてたんで、うん、こう見えても自炊するんですよ。 はいはい。いや、そうなんですよ。え、ゆうすけさん。そうなんですよ。うん、うちの若手選手、みんなめっちゃ料理上手なんですよ。ちゃんと料理してるんですよ。すごいっすよ、本当に。見栄えもめっちゃ綺麗だし。えー、そういうの、なんかちょっと、なんかね、絡められてすよ、ね、あ、そういうの。確かにね。はいあ。手料理振る舞う的な手料理振る舞うのすごい。確かにね。俊介の手料理振る舞います あと、選手のなんか試合で使ってるシューズとかプレゼントとかあそれが一番嬉しいんじゃないですか。僕とかだって翔平さんの入ってるスパイク欲しいっすしかも、阿部翔平選手兼監督はですねあのすぐ履けなくなったスパイクを処分しがちなんですけど僕らがらすると捨てないで、捨てないでくれみたいなことがね。 <laughs> はい。捨てちゃったよみたいな。ちなみに、ユースケさんもこの引っ越しでなんかめっちゃ余ってるわって言ってたよ、シュスケ。マジっすか今、ユースケさん、今、なかなか渋いスパイク入ってますからね。いや、いあのまず、この J カテゴリーから下に来たっていうことで、あのスパイクのチョイスはマジで難しい。確かに。うんうん、まず、翔平さんもでもそれ言ってましたね島だしね。 うん、それ難しいよな。全然違う。なんかファンね。ファンサポーターの人は嬉しいと思います。なんか、ユースケさんが入っているスパイクとか。確かに。なんか、トークン買ってくれた人に。なんかね、経営法の問題もあって、結構ちゃんと法律を調べなきゃいけないんですよ。うん、なんか、トークン買ってくれた人の中から抽選でみたいなのは、割とこう、要は、 金額の制限がかかったりするので、でもなんかできなくはない気がするんだよな、選手のグッズ、プレゼントみたいなのは、結構ある気がします。まあ、なんかあるんですかね、個人加入の選手とか、うん、自分のサイン持ってないんだったら、ファンの人に考えてもらうとか。ああ、それめっちゃいいじゃんそれめっちゃいいよ。誰のサイン 考えてくださいね。投票機能で。対応された人にあ、それめっちゃ良さそう。サインいいなぁ。俺も考えてほしいわ。てか、ユうスケさん、サインだってね、変えようとしてますもんね。変えたいね、なんか。お、いいじゃないですか、れ。あ、それ。<あ>サイン、ね、めっちゃいい。いや、もうサインっていうか、なんかもう、なんかもう、サインじゃないやつがいい。 何三角ぐらいのなんか。なるほどね。田中裕介、マークマーク、マーク。あそれマークいいじゃないですか。でもなんか、それを使ってくれるっていうのは嬉しいですよね。うん。確かに。あそれ投票企画でやりましょうよ。いいね。しゃあ。それいい。採用すか。それ採用。でかっ。 そそれは良さそうだなあの単純なさ、ね、ちょっとあと一個単純な疑問なんだけどさ、はい、<laughs> こういうの買うときってさた、一番不安なのってさ、なんか、はい、これ買って、この会社が潰れたらゼロになったっていうところは多分一番みんな思うと思うんだけど、純粋な質問っていうか、そうですよね確かにこのフィナンシェっていう会社が出してるっていうことじゃん。のそう でこのなんかフィナンシェっていう会社がある程度どういうのとっっていうのはどうなんだろう素晴らしいですね、ユースケさん。うん、あの、これはね、すごくあの難しいというか、あの、軽はずみのことを言えないというか、世の中に向けてライブ配信しちゃってるんで、あの、この会社は潰れませんともちろん僕は言ても、適当に言えないんですけど、あの、 信頼できる情報というかあの、僕が、僕の話しましょう、僕がすごく最初、あフィナシすごく面白そうだと思ったのはあの、そもそも創業のメンバーの人たちが、もういわゆるブロックチェーンの業界にずっといるような、まあ、本当にマーケットを作ってきた人たちで、あのグミっていう元々、もともと上場企業の会長やってたグミさんとか、あと DNA で、本当にこうまだ DNA の社員さんが数十人の時にあにサービス、 まだガラケーの時のサービスを作ってた、まあ、いわゆる企業家でいうと、本当に往年のスーパープレーヤーの田中さんとかがあの、要は実績ある経営者の人たちが始めたというところと、あとはスポーツ選手でいうと、あの本田圭佑さんとか長友佑都さんが、まあ、出資している会社なんですね。なので、あの僕はその辺はすごくあの、まあ、ずっとやり取りしててもそうですし、あのまあ、本当にこう金融庁に刺されて、バンされて、一発アウトみたいなことが。 絶対ないように、そういった経営者の人たちが、金融庁ともちろん密にやり取りしながら、これは法律的に大丈夫なのかとか、こういう言い方はだめだよねとか、そのサービスの設計のタイミングから、そういった、あのー、リーガル部分というか、法律の部分もしっかりカバーしながらやってるというところに僕はすごくあの安心感を覚えた部分はあります。とはいえね、あの本当に一発で、ボーンとなって、あの お金が帰ってこなくなったみたいなことがもちろんゼロではないかもしれないですけどまあそれはもう本当に銀行ですら一緒だと思うんで僕はそんなに考えないようにはしてますがかなりでもそこはあのやっぱり買ってくださる方があのクラブが発信することによって買ってくださる人が増えていくっていうところで、うん、あのフランシャルの人たちもその辺の,あの情報はかなり密に僕らにもいろいろ共有してくれてたりとか、うん、例えば あのですけど、手数料をちょっと変えますっていうときも、リリースが出る前にちゃんと説明してくださったりとか、うん、めちゃめちゃ丁寧にコミュニケーションを取ってくださってるんで、まあ、なんかそこはすごく信頼してる部分ではあります。うん。ありがとうございます、まあ。僕らね、分かりやすく、あ、本田圭佑と長友優斗が出資してるみたいな、<laughs> なりがち。<laughs> ついね、そういうふうになっちゃいますけど。いい質問です、ゆうすけさん、さすが。 一応、僕はしてたんですけど。<laughs> 皆様さ<の>まです、ね。はい、他になんか、そろそろ時間も時間なので、閉めたいなと思いつつ、40人も見てくれてるので。おぉ、マジか。この時間に。ありがたいですねこ。この時間に、もう眠くなってきてるよ、みなさま。仕事だと思うんで、そろそろ閉めたいなと思いつつ。なんか、ここあ,ね、あのね、これは話してた方がいいっていう質問とか。 そうですね、まあなんかこういうのやってもらいたいですみたいなのはどんどんあのクラブでもいいし選手の SNS にどんどんあのダイレクトメッセージとかそうできてもらってそれをミーティングして僕らでね、はい、どんどん形にしていくっていう感じですねまあ参加型ですよね。コミュニティというか にしていいいけたらいいですよ、ね、あのそれこそユースケさんは今回渋谷に加入することになってツイッターを始めたわけです僕らここの「ユ」っていうボタンを押すとユースケさんのツイッターが出てくるユ字一文字「ユ、ね」一文字ゆであのユースケさんになんかこういうことやってくださいとかい質問とか あの要望あったら、じゃんじゃん送っていただいてもいいので、ぜひ皆さんと一緒に作っていけると嬉しいなと思っております。じゃあ、今日は一旦こんな感じで締めましょうかね。あの最後にあのもう一回おさらいというか告知になりますが、ぜひあの本当に僕らはトークン、今年選手全員にトークン配ったりとか、あのクラブとしてトークンの,あの販売とか、まあ、それこそろ大勢の人たちが参加してくださるように。 かなりこう気合い入れてやっていこうと思っているので、ぜひこのタイミングであのトークン購入していただくとあの嬉しいなと思ってます。で、あの2月末までこの追加販売の期間になってますので、ここ逃とあの逃のと、買った時にトークンがガーンって上がった後の金額でトークン購入し,しなきゃいけなくなっていて、今、この2月末までのいわゆるクラファン期間みたいな形で行っている新規トークン発行期間だと、 固定の金額でトークンが買えるおそらく固定の金額で買えるタイミングで言うと、まあ、1年後にまたやれるんですけど、まあ、1年後今より下がってることはないと信じたいなと思いつつ、まあ、可能性はあるんですがおそらく一番安い金額での,あの固定金額で買えるタイミングにはなってるかなとは思っておりますのでこのタイミングで。 ぜひあの一番安いところで言うと1万円から、一番高いところで言うとあの100万円プランを複数買っていただくと大変な金額になりますが、あの本当にさまざまプラン用意してますので、あのそれこそユニホームが手に入ったりとか、マグカップが手に入ったり、いろんなプランをあの揃えてますので、ぜひこのタイミングで渋谷シティのフィ、えー、ナンシェトークン、渋谷シティトークンをです、ね、買っていただけると嬉しいなと思っております。 あの、また、ツイッターでもですね、渋谷市のツイッターで、あの、トークの買い方とか、こういう、ここのページで買いますみたいなのは、随時発信していくので、まあ、渋谷市の,あのツイッターフォローしていただくと、よくこういうトークについての情報も流してますので、田中さんがいっぱいいますね。田中さんだらけですね。うん。こういう説明もしてますので、ぜひ、 あのツイッターをフォローしていただいてチェックしていただけると嬉しいなと思います。2022年2月28日10時までとなっておりますのでこのタイミングでぜひ皆さん買っていただけ,たらいいただければなと思います。じゃあます今日はこの辺でおしまいにしましょう。はいろいろ話が出たやつはあの流れないようにまた。 いろいろ企画させていただいてどん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 んあのアウトプット SNS 上で発信していきたいなと思ってますので引き続き皆様応援していただければなと思いますお願いします最後しめすけとゆうすけさん順番に何かメッセージなどありましたらぜひお願いします <laughs> メッセージ <laughs> そうですね今年本当にしめすで勝負の年だと思うので 結果残して、あのー、必ず証拠を果たしてっていうので、まあ、そのトークの方にもいい影響が出るんじゃないかなと思うんで、でね、一緒に盛り上がれればいいと思います。はい。ありがとうございます。はい。ええー、11時23分までご視聴していただいて <laughs> ありがとうございました。ごめんなさい、<laughs> めっちゃ長くなっちゃって。<laughs> ミスキーさんとシュスケにも申し訳ない <laughs> そうですねまあ、さっきも言いましたけど、まあこのね、今のカテゴリーにいるこのチームを応援する意味というかあのね他にも J リーグのチームを応援してもらいつつ、えーまあ、そうじゃないカテゴリーの僕らの方にも、えー、少しだけ、えー、力を、えー、向けてもらって、えーまあ、少しずつ、えー、上に上がっていくという様を、えー、追っていただければなと思います。 これからもよろしくお願いします。お願いします。しお願いしますでは、また皆さん、SNS などで情報をキャッチアップしていただければと思います。開幕まであと1か月。よし。応援サポートのほどよろしくお願いします。では、は以上になります。はい、ありがとうございました。ごうおやすみなさい。おやすみなさい。おい,おいありがとう。 お二人ともありがとうございます。どうしたお疲れ様です。はい、お疲れ様です。切ります。